2番ホール、ティーショットは打ち上げのアゲンスト、左からアゲンストです。打ち上げのホールはどうしてもボール上げようとして体が傾いてしまったり煽るような動きが出やすいんですけれども、そういった動きをなくすようになるべく目線は低く抑えて打っていきます。そしてアゲンストなんで、やはりこれもあまり力まずスイングしてスピン量を抑えていきます。完璧ですね。ちょっと突き抜けてラフに行ったかもですけれども、非常にいいショットが出ました。ピンまで135ヤード、ものすごいアゲンストなので、クラブは8番持ちました。8番で押さえて低いボールで打っていきます。ボールの位置は真ん中より少し右足寄りに置きます。そして上から打ち込んで終わりです。これもうまくピン左に乗りました。バーディーパットです。上りの、5メーターぐらいですかね。ほぼまっすぐだと思うんですけど、ちょっとスライス、そして風も左から来ているのでより曲がりやすいので、ちょっと左目に行ってきます。曲がらなかったし打ててない。2番ホールもパーとはいかずボギーでした。完全に自分のミスです。